仕方あるまい。続けていこう。まあ、全然仕方あるまいじゃないんですけどね。修理屋さんがとにかく欲しいんですよ。お店屋さんもね、あるといいですけどね。今のうちに物買っておいて、戦いには備えておきたいので、永久に使える感じではありそうですね。で、また敵が出るのか？また君か。壊れよ。この剣も壊れてしまうか、そろそろ。すまねえな。やっぱりな。あ、でも何にも、ないですよ。隠し扉の先に何にもないのは、まだまだあるぞ。食うんか。まだ先なのか。あ、またクーン。ちなみにセーブポイントのところにも1個クーンがありました。と、ソウルポットか。それだけの部屋かな？それっぽいかな？OK。で、そうだね。バスタードソードがもう終わっちまうな。グリムも終わっちまう。そうしたらバスタードソード版でいくか。で、指輪が、実は、もうドロップスピリットのバランスリングフリーズが終わっちまうんだよな。それもまずい。やっぱりこう永久に使うっていうのは難しいんだよな。だから難しいよね。こう魔法はできれば永久に使えた方が良かったかもしれないですね。難しいな、バランスね、取るって。なんかそっから中にさ武器があって、どんどん拾っちゃ捨ててみたいな遊び方をさせたかったわけではないのかな。それも俺すごい楽しいというか、なんかどこにいる、どっから撃ってきた。熱線が痛い。窓ハンド、あ、奥にもいる。どこだ。あー、うっそ、こんなところでこんなやらねば。やられる。当たらない。ちょっと待ってくれ。うわ、これもう立ち止まんなきゃダメだ。やったく。どこ、次。次、次。あ、ちょっと待って、壁。あ、もう。壁を。あ、水。これ水汲めるとこだな。ちょっと待って。これ水汲めるとこじゃない。これ食堂だ、これ。多分。ちょっと待って。ふざけたやつらだよ。なんかあるだろう。まっすぐ飛んでく魔法はな、あるだ、あるか、あるか。この手はなんだ。あ、あ、これ血。血じゃねえか、おらん。そんな食らってんのかわかんない。これ、撃ってくれ。その辺に撃てば当たるんだろ。あー、そうですよね。炎系ですもんね。すいませんね。なんか光のやつあったろ。あ、まあ別に、ソーサラーリング足と。なんでもいいや。まっすぐ飛びはいい。行くぞ！おら！当たってんのか、それ。ああ、もうこれはな、魔法効かない可能性あるな。痛い。何が壊れる？あ、ドロスピか。ドロスピはちょっと待ってろ。当たらない。よし。窓ハンドは何なんだろう。やめてねって言ってるのかな。通行止めかな。よし。さあ、当たらない。それ当たんねえの。よし、次。
まだ打ってくる。次どこ？痛い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 。よいしょ。次。まさか無限負けじゃねえだろうな。当たんねえ。くそ。頼む、当たってくれ。根元か。まったく手こずらせやがってよ。おでど体はボドボドだ。これは？これ力が上がるやつやな。これは、あ、これ指輪だな。これ、バンケー指輪じゃねえの？今更こんなんもらってもなって思うしな。あ、で、これまた力が強くなる。力が強くなる粉あってもな、俺のそもそもの力が強いから。ん？ちょっと待って、また撃ってきてないけど。てかこれ、剣でどうにかなんねえのかな？もし剣でどうにかならないのだとすると、ちょっと厳しいんだよな。バスタードソード、バスタードソードバーンでなんとかなるか、これ。どこにいた？ん？ちょっと見えないけど、やめておくか。この窓ハンドは何なんだ、本当に。通行止めってことなのかな。よいしょ。構えて。はい。こんなんでいいのかな。だってそのうちいた。ね、血は痛そうだからな。毒もいいか。まあとりあえず。これでいいのか？あれで王様も息の根が止まったと思いたいな。まったく手こずらせやがってよ。相当手こずったよ、俺は。何持ってんの？ドロスピが厳しいのかも。悪かったなぁ。いろいろさせちまって。厳しかったよ。ちょっと待てよ。まだ他にも、扉があるのかもしれないが、ここが開くか、うん、開かないな。開かない上にどこかでレーザー撃ってきてるのはどうなってんだこれ。多分部屋が違うのか。さすがにここが開くってことはなさそうだから、まあ後で探索するか。で、セーブポイントは結局見つからずじまいで、で、ここがこうなってんのか。実はこの辺に隠し扉が、ないですね。ここなんだったっけ？ソウルポットだけがあった部屋か。うん、新しい生命が生まれてる気がする。やっぱりな。これ、不剣振ってどうにか、あ、なるじゃない。よし、キョッケ。さあ、もう目玉駆除だ。後でクリーチャーブックでね、覗き見してやるからな。ほら、覚悟しろ。ほら、よっと。MP 回復か。ノーマドラドが、やっぱ、このゲームあれだな、ほんとノーマドラドゲーなんだよな。どちらにしろ、ね、指輪が使えないと魔法も使えないでね。よいしょ。やったか？たく、ピー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 。で、ここで行き止まりなんだよね。ただ結構やったやつよ、俺。敵。相当ね、100%。100% 中の 100% 達成してしまいましたので、一回セーブして、敵を、フィリップを、殴り殺しにでもしましょうか。で、あれやっつけると多分また俺にいいことが起きるんだろう。いきなりどこかね、ワープさせられて、どこか連れて行かれるっていうのが一番困っちゃうんで、ね、
一回セーブだけさせてくれ。そしてさらにここに、うん、何もないですね。よし、行こうか。ちなみにバーン系っていうかバーンの剣でも大丈夫なんですね。炎系武器でも別に目玉のお化けはそんなに嫌がらなかったね。鼓動を止めよっていうのはあれのことを言っていたんだな。あれ、こっちは行き止まりなんだっけ。行き止まりですね。 OKOK。 そしたら6000HP6500 しかない敵やっつけますか。まだいる？死んだんじゃないの。まあ6500分は叩き込んだからな。まあいいだろう。よかった、開いてくれて。敵がもういないのは分かってるんでね、悠々と進めますわ。となるとやっぱ次のセーブポイントと名門層。マジっすか。え、俺とドツキ合い対決になっちゃうけどいいの。ちょっと試しに打ってみてもいい。ドロップが、左だから左手を、あ、たまらなくなってる。ダメだ。なるほど。じゃあ魔力封じられちゃったんで、とりあえずソーサラリングアシッドから、まあ元のバランスリングに変えましょうか。魔法が使えないなら別にそれでいいです。誰が俺に魔力を封じさせた？まだいっぱい来るのか。大丈夫。1対1だったらどうにでもなるけど、1対多数は困るからやめろ。三国無双じゃねえから。ドロスピーが壊れそうなせいでどれくらい剣振っていいかわかんないな。戦い終わったら逐一逐一見ることにしましょうか。やっぱ足速くなってるから余裕あるのかな。この動きについてこれてないと敵は。ただこれ、まあ永遠とやるのはいいんだけどさ、多分これがね、10体くらい出てくるんだろうな。で、倒して何パーセントって言ったら多分 10% とかさ、そんな風な感じになるんだろうな。これは総力戦になりそうですよ。何が総力戦かって。俺の装備が総力戦なんですよね。というのを考えると、おそらく、これあれだな、鍛冶屋さんないな多分。ただ2体しか出てこないのはかなり救い。あ、当たんなかった。右回りはちょっと難しいか。ちゃんと慣れていこう。よしよしよし、 OK。 こいつあれだな、あまりひるまないな。密着、ド密着しないといけないのか。そうですね。基本はド密着。からの、しっかり攻撃。何のこと？怖い音はやめてよね。怖いから。でももう出てこないか？やったか。今自分の限界が3895か。もうソウルポットは？あるじゃない。俺はもっと力が欲しい。ちょっとフィリップ王の足の速さにはちょっと驚かされましたわね。見えない床かと思ったからちょっと怖いんでやめとこうか。何分？もう15分入ってるのか。セルゲームさながらの武部隊の広さだな。どっちから来たか分かんなくなっちゃった。適当に進みますね。間違ったらごめん。敵。ん？急には出たな。あ、怖い。
ババア、ババアじゃないのか、頭にターバン巻いてるだけか。アールちゃんは基本的にあの風呂上がりこんな感じですからね。もっと鍛えないとな。でやーでやー、うわっ、あー外れた。怖いなー、こういうのはあのね、ソウル系とかだと一撃必殺、余裕の一撃必殺ですからね。一撃必殺じゃないにしろ、一撃食らわしてから次の二撃目でとどめ刺しに来る感じですから困っちゃいますよね。よし、詳細を見せてくれ。いろいろな。どこから見る？ここがですね、アーマーガード。鋼鉄の鎧に身を包む忠実な門番、巨大なハンマーを持ち近づく者には猛烈に攻撃を仕掛け、絶対に逃がそうとしない。なかなか倒れない。鋼のメイスを振り回し近づく者のをそのテリトリーから追い払う HP が高い。ちなみにこいつはディフェンダー、スレイアーマー、アーマーガード。あれはないですね、特に。あの、関連、名前に関連性がないですね。巨大で凶暴なアックスを手に近づく者をテリトリーから追い払う HP が非常に高い。なるほどね。ヘルハンター。包帯でぐるぐる覆い隠した魔物。その手に持った弓から正確に矢を放つ。またその矢を炎で包み込んで放つこともある。それは困る。ホークデビル。え、いたっけこのやつ。見逃してるな、俺。鳥の頭蓋骨と酵母のような羽を持つ人型の悪魔。二股の槍を操り、広い前から攻撃してくる。ちょっと戦った記憶がないですね。ウッドオーガ。人型の木が動き出したような姿。重い体をふらつかせ、よろよろ移動しながら巨大な足。あれ、あの足強そうですね。すっごい強そう。大きな口からは毒を吐く。困る。で、フィリップ。新しい名前はないと。デュアルクロー。巨大な手のような悪魔。狭い通路で獲物を待ち構え、鋭い牙で噛み砕こうと襲いかかってくる。デビルズティア。これ強かったね。天井からブラブラ下がり、その目から炎の光線を放つ。魔法はほとんど通用しない。強かったよ。レッドホットハート。フィリップの本体。自らが生み出す不浄なる血を相手に浴びせ、強大な鼓動を持って血の、なんだこれ、打開の海に沈めてしまう。魔法に対する防御は非常に高い。それなりに食らってたぜ。ドリーウ。猫背の魔物、動きは遅く、長く無知のようにしたその手で殴りかかってくる。叫ぶ声には、まひだよ。ヘルガーディアン。角を持つ地獄の戦士。いいっすね。ゆっくり近づき、自信にあふれた剛剣での一撃。非常に防御が高い。高かったかな。900ぐらい食らってたけど。さあ、これクリーチャーブックとか見てると、俺は道迷うんですよね。あの、見失うんですわ。開けろ。これは、あ、バランスシールド系。そしてバスタードソードバーンが追い気になります。ここからはグレードソードになると、盾が構えられなくなってしまうので、壊れそうなバスタードソード。で、さっき見たのは、どれだ？バランスゴシックシールドですね。でもこれも HP 回復だと思うんだけど、まあ、このままいっか。HP の伸びはこっちの方が多分高いので、これ叫ばれると、ちょっと、ああ、終わったかもしれない。剣は？あ、触れないのか。そして闇攻撃。許されると思うなよ。このためにいっぱいいっぱい俺持ってきたっていうかね、貯めてきたんだから。ふざけんじゃねえよ。何体かいるのか？これ真正面向くともうダメだよね。ケツだ、ケツ。常にケツを取る。グリームで鍛えたケツを取る戦法。もう叫ばせたらもう俺にね、勝ち目ないですからね、基本。だって A 級なんだもん。ふざけた敵だよ、まったく。ふざけた敵っていうか、ふざけたその、どこだ？やるぞ。狩り尽くしてやる。こんな奴らも、全員だ、全員狩り尽くす。
こいつはもう許せねえ。見つけたら即です。悪即残ですよ、本当に悪ですね。しびれはもう悪だね。呪いをね10回かけられるよりもしびれ1回が許せない。そして当たらない。でゃあ当たらない。なかなか上手に当てられない。でまだ何人かいるのか。このうううなってんのはこいつのうなり声なのか。当たらない。当てることができない。よし、落とせ落とせ、何でもいいから。ただここまで来てさ、そんなに有用なアイテムを落としてくれる敵がいないのもまた事実。ムーンチャイルド、一応見とこうか。スターサファイアの方がいいな俺は。特殊な力、ああ HP と MP 回復、なるほど。で毒防御もあるけど、今はやっぱ足だよな。 HP とかあ、ね、回復はいくらでもできるし、ここのステージは MP はどうやら必要ないらしいからな。どこにいる。いた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 。おら、ちょっとバスタードソードの寿命が心配だわ。なんとかやっていくか。壊れ、全部壊れちゃったらどうしようかなっていうのはちょっとまだ今考えてるんですけど、どうしたもんか。これ当たらない。ケツに向かってね剣振ってはいるんだが、なかなか上手に当てることができない不具合。ケツじゃダメなんだよな、太ももとか。バスタードソードが壊れちまった。すまねえ。アンバーデュエル行ってみる。でまた新しいブレスレット、今度何かな。グリーム系の方は俺はいいですけどね。ん、リカバリー、リーディング、ガーディアンブレスレット、グリームブレスレット。あ、やべ、なんだかわからねえ。ガーディアンブレスレットかな。まあ防御力上がるっていうのもいいんだけどさ、やっぱ機動性でどうにかした方がいいよね。どうやらなんかね、にらめっこしないと本当に魔法とかもさ打ってこれなそうな感じだったし。ここは外れルートかな。敵の倒した感じは、ちなみに23分やってて、あれ ?31% 名門層。一個飛ばしちゃってますね、俺。あとで地図見直した方が良さそうか。それでもなんとかやれてるっていう事実、これだけを頼りに進みましょう。なんだったら、フライングで主をぶっ飛ばしちまっても、いいんだろ。次の敵は？いない？いた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 。なんかかっこいいかっこいい。翼竜がいる。356、そんなに食らわそうか？でもここでそのあんまり。ね、魔法が得意とかそんなこと言われても、あ違う、俺アンマーデュエルだから弱いんだ。で、まあ、それでもそれなりにね食らってくれてますけど。よし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 、当てられる時に当てた方がいいか、それともきちんと。よし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 、いいぞ。この辺この辺、よし、あ、戻るやつね、ありがとう。次はどこにいる？あ、いっぱいいそう。当たらない。それも1体や2体ではないな。ちょっと厳しいか。
アンバーデイルさんも虫の息ではあるからな。ちなみにどれが一番強いんだろうな。アキュートレイピアでちょっと一回つっついてみようか。貫通が強いのかもしれないしな。ほれ強い。出が早いってさ、それだけで良かったりしますよね。狙ったとこに必ず飛ばせるんで。ただちょっと いかんせんあれな、リーチが短いな。まあ、そこはもう目をつぶってやれるだけやってみるか。よし、最悪ね、帰れるんで、壊れたとしてももう HP もね回復はできるんで、時間かければいくらでも大丈夫か。回復薬もねいっぱいあるしね。ただこれをね、その最終戦とかでたくさん消費させられちゃう可能性があるんでね、それはクソで怖いんですが。当たらなかった、当たらなかった。よし、ちょっとねあんま弾きすぎないようにしましょう。回転が速いってことはそれだけね、間も消耗するスピードも速いんで、そこも気をつけないといけないしな。耐久性があるって大事ですよね。なかなかやれないな。よし、よし、オッケー。ん、なんだなんだなんだ、声だけなんか随分立派だけど。アキュートレイピアも危ないか。次トラちゃん、もう行く、トラちゃん行ってみる。あ、まただよ、くそ、剣が触れねえのはちょっと俺考えてなかったな。魔法はね使えるんですけどね、だから困ったんだな俺。まずいな、そのこうしびれさせてくるやつが2体も3体も出てくるのはちょっと想定外というか、こんなことを想定したね人生送ってないんだよな。あ、危ない危ないとんでもねえ強さだなって。これでもさ、これくらいないと、これあってもさ、まだあってやりきれてないもんね。互角とは言えないけど、このゲームは本当にね、一方的に攻撃する、何でもそうか、その一方的に攻撃する感じにしないとね、一方的に攻撃されるんですよね。小競り合いにはちょっと俺自身が向いてない。泥試合は好きだけど、このゲームはねあんま泥試合って感じじゃないよね。もうワンターンキルみたいなことをしないと、やるからね本当にやられるかになっちゃうんで怖いですよね。もう 59% が28分、もう28分やってんのかっていうね、なんか無限に切り合いしてる気がする。また迷っちゃった。確か階段っぽいところあったよね、どこかにあったと思うんだけど。あ、ワープゾーン、あれ階段は俺の気のせいだったか。結構広いですね。ギーラとかと戦った時の最終局面よりも、いやちょっと待って、嫌な予感がする。あそこにワープがあるってことは、あそこからもう一つ残りのところに行けるんじゃないのか。罠だったりして。あ、野上層、野上層帰ってきちゃった。ちなみに野上層が 82%、 まあ困りゃ、ん？ワープからのワープ？そしてソウルポットで、そこにいるのは誰やこいつ。やべ、
どこが空いた？ここ？これ？あ、いけねえ。おい、どっから来たんだ？まあ、マップあるから、別に。大丈夫、大丈夫だけど、ここか。で、どっちから来た？ 30 分。やめなければ。ただ、セーブもしたい。残樹層。ここだね。ここは聖者の来るところではない。記憶のかけらが集う場所。そうそう、その目障りな魔法は封印させてもらうよ。血と知識、面白い、面白い。まだもうちょっと戦う時間はありそうですね。で、野城荘に戻ってくることができたので、一回どこだっけ、一回セーブしてまた装備を整えていきましょうか。ここがどこだかちょっとわからないんですが、返してくれるのか俺を。